夏焼きみやびです。椿ファクトリーの小野田沙織です。この後は手先がすごく重要になってくると思うので、はい、器用に頑張りたいと思います。お願いします。さあ今回は何を作っていきますか？はい、今日は餃子を作りたいと思います。餃子大好き。私自身あまり料理を普段しないんですね、はい、あ、料理がね、はい、ちょっと不器用なものであまりしないのでちょっと今日すごくドキドキしているんですけど、はい、私なりに頑張って作ってみようかなと思います。ちょっと切りごたえありません？ありますね。気持ちよくないですか？はい雰囲気ある餃子のですよね一気に一気に。さあ今回は何から始めますか？はい、ではいよいよ包んでいきたいと思います。うわー、ドキドキ。でここあんまのっけすぎるとぎなそうちょっと多いかも。多いかも。多いんだやっぱちょっと大胆に行きすぎですね私は大事だけどね先生よく言いますもんね。そう、いつも大胆に。大胆にそうか、チーズもね入れるとボリュームがね出ますね。これだって今横に広がってるんでここで折った方がいいですね。こうですか？あ、そうです。おー、でこの折った状態から こっちからこの左側にちょっとも手を持ってきて、でこここうか。そう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 、こうか。そうだそうだ気づいた。そうだ見つけた。見つけました。お、来ました。結構ねこうやってもう寄せていく感じ持っていくの上だけじゃなくて割と下の方から、下の方からグッと、ね、まず1個目初めての餃子だから。いやいけてる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 。見してカメラに見してカメラに見してどういや大丈夫。え、どう？え、前ですか？どうですか？見してみて。なんか変な感じ。ちょっとあの八つ橋っぽいけど、うん、でもなんかまあ最初にしてはそう全然初めてにしてはちょっとこっちの見たほら、うん、大丈夫ですよちょっとコツをね、5個ぐらいちょっと練習、はい、はい、コツでなんか掴んでもらって、はい、で残りで5個ぐらいでちょっとあのちょっと勝負に勝負よし、練習上達するぞ。ねえ、頑張って。おえ、最初より綺麗綺麗、見せて見せて。お、2個目どうですか？いけてるっぽくなってきました。ぽくなってるですね。あ、すごい上達してますよ、うん、で気持ちは左に寄せといた方がいいかも。なんかこう包んでいくうちに右に寄ってっちゃうんですよね。はみ出て押されていってそれで最後あのはみ出しそうになるじゃないですか。はみ出してました。確かにこうですね。そうですそうです。もうちょっとあの回数増やしたほうが。おお、だいぶ最初より、うん、あ、餃子になりましたやったー。なってるなってますよね。これでもなんかね出ますね、個性がね、うんまたちょっと先生とは味が違う感じ。これめっちゃ上手。綺麗うまいじゃないですか。嬉しい。こっからもうさらに本気でやってもらって。結構やべえかもマジでメラメラしてる。でも本当はあの上海の話とかもちょっと聞きたくて。うん本気モード中だけど。全然いくらでも、はい、話しますよ出してください、うん、どうだった上海。本当にまず、まあ、ライブまずどうでした、うん、ライブはもう本当に来てくださった皆さんが本当に熱く盛り上げてくれて、うん、こう私たちもちょっと圧倒されちゃうぐらい、もうライブ前からこう福田真凛ちゃんが上海生まれなので、はい、あの凱旋ということで、うん、あのマーリーっていうコールから始まって、うんうん、でその名前もあの中国語、マーリーの名前の中国語でこうコールしてくれたりだとか、うん、ライブ前からすごい盛り上がってたんですけど、うん、ライブ中もあの皆さんがこう、はい、私たちにこうサプライズとして、うんうん、同じタオルをこう掲げてこうお祝いしてくれたりとか、うん、素敵。え、行ったのは初めて？上海。初めてです。そっか。なので見るもの全てが初めてだったので、すごい新鮮な気持ちでしたし、でもその初めてをこうメンバーと行くことができて、うん、安心感もありつつ、そうだね、確かにね、楽しむことができたので、うん、もっとなんか定期的に行けるように私たちも頑張りたいなって思いましたね、うん、すごい、うん、お、ラスト1枚。よし、お、集大成だだねラスト1個もう集中しちゃってください、はい、もうこれでも楽しくないですか？楽しいです ね、 こうおしゃべりしながら、ね、結構困らないよね。あっという間にずっとやってれるんですか？うん、さあ、すごい、いっぱいだ。いや、どれも綺麗じゃないですか？うん、もう引き分けでいいですか？引き分けそう、でも本当引き分けレベルでめっちゃ綺麗です。愛着は、うまい、ね、かわいいですよね女ちゃんで、こっちが先生、はい、
いや上手ですね。やったー、バッチリバッチリ。もう本人たちが引き分けと言ってるので、はい、引き分けです。イエーイ。さあでは先生、餃子を焼いていきましょう、はい、いよいよ焼いていきたいと思います、はい、お願いします、はい、ちょんと乗せるだけです。ちょん、はい、うんうん、あんまペトって乗っけるとくっつきすぎちゃうんで、うん、餃子って焼き方知ってます？知らないです。よくなんか水ブラーって言ってブチャーンチュワーみたいな確かに確かに。あれね、水じゃなくてお湯入れた方がいいんですよ。そうなんですね、はい、でお湯でやらないと、水だと今フライパン温めてるじゃないですか、水入れると冷めちゃうんですよ、うん、そうすると皮がちょっと一回ふにゃってなっちゃって、うんうんうん、あのパリッカリッみたいなのができなくなるんで、うんうん、お湯を後ろで今用意してるんで、 ありがとうございます、はい、それが先生宮城ズポイントです。全部言っちゃった。そう、焼くときにはお湯を加えます。面白い。セリセンもボケてる。これあのちょっとジュワーになりますよ。ジュワーってなりますか。これで蒸す、はい、これで水でやってると、うん、この状態にならない。一瞬わーってなるんですけど、一回シーンってシーンとしちゃう。もう最初からこれで確かにグツグツ、はい、で水がなくなったらこの、あの焦げちゃうんで、うん、ま、足してみたいになるんですけど、うん、目安としては皮がちょっと半透明になってきたかなぐらいでいけると思います、うんうん。あとはあの羽根付きがね流行ってるじゃないですか。できるんですか。羽根付きも一応できるんですけど、今日はあれちょっと無理しない、うんうん、あの少しだけ片栗粉だったり小麦粉をお湯の中に入れとけばうっすら残る。うーん、作り方もあるんですね、はい、うわーいい感じ。美味しそう。しかもちゃんとさくっついてるから、うん、上が開いてない、ね、嬉しい、よかった。しっかりと、ね、うん、下がってて、はい、ここからがね大事なんですよ。ちょっと弱くにして、うん、今も水分なくなったのを確認してから、はい、ちょっと油をですね、ストップって言ってください、ね、ちょろーりですね、こっち側からも、はい、ストップで、ちょっとこのフライパンを斜めにして向こう側まで、うん、全体に、これでね綺麗な焼き色がつくんです。気をつけてください。おめっちゃきれい。すごい、巻きましたね。見てください、完成です。イエーイ、嬉しい。美味しそう。餃子が完成しました。さあどうですか。いやもう本当にもう見た目からすごく美味しそう で、うんうん、で今この目の前にあるからもう香りがしていい匂い、もういい匂いしてすごくお腹が空いたので早く食べたいです。はい、はい、ぜひぜひ食べてください。今回ちなみにタレは、はい、タレは先生の大好きな柿醤油とごま油、この組み合わせです。はい、鉄板です。鉄板です。美味しそう。早速いただいてください。ありがとうございます。いただきます。どうぞ。うん、うわ、うんうんうん、うん、あー美味しい。めっちゃ美味しい。うん、すごい、よかった。え、なんだろう、うん、皮のもちもち感がうんうんとあって、うん、うん、うん、キャベツがすごい入ってて、うん、シャキシャキで美味しいです。うんうん、ゆっくり食べてください。ありがとうございます。これをね参考に作る方もいらっしゃると思うので、うん、もう本当に簡単なのでたくさん作っていただきたいなって思います。いやもう何より美味しくて、いやなんか見てたらすごいもちもちっとしてるのも伝わってきたし、ね、あのやっぱお湯大事ですね。あ、やっぱそこが大事なんですね、はい、そうです。水だとあそこまでもちとならないかもしれない、うんうん、じゃあそのポイントを大事に、はい、はい、ポイントを大事にポイント大事にぜひやってみてください。またぜひハローキッチン来てください。はい、以上ハローキッチンでした。バイバイ。